こちらはファイブスターズのパーソナリティ5人が週替わりで同じことにチャレンジして帯番組としてつながっていくコーナーです。前回は何の音でしょという音クイズをやりました。そうね、それがさっきメールでいただいた、私が火曜日にお届けした鍾乳洞クイズね、二重跳びをする音だと思ったみたいです。なぜあ、ともよちゃんが言った鍾乳洞ゲームの正しいやり方を教えてください。あ、そんなこと言ったの私、危ないこと言ってるねというコメントに対して、公式的に一緒に鍾乳洞ゲームはやろうということですよねって言ってたそうですよと作家の方から教えていただきましたが、カメラはここかな、違います。それでは発表しましょう。今週の企画はこちら、リアクションドリンクス。やばいよやばいよDo you know ガガバーとなっちゃうからね本当に尊敬する、ね、外国に留学経験のある女子はみんな言うね、出川さん尊敬するって。やっぱりすごいね出川さんって。今週はファイブスターズの5人がいつか罰ゲームを受けた時にいいリアクションが取れるようにリアクション芸にチャレンジします。上手にリアクションができたかどうかはスタッフが鑑定するそうです。ん、待て待て、え、これはエチュードとかじゃなくて、ま、マジで罰ゲームやんの？え、生きててごめんなさいってこと？ね、だって何もないのに、あ、息止めた方がいいみたいな感じ。やだー。しかもね、すごいね、なんか、もうなんか、やばいですよみたいな釘刺されてるんですよ、今日。怖いわー。ということで、覚悟を決めてやってみましょう。リアクショントリンクス、スタート。ではお願いします。なに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 ？なんかやだ。なんかやだ。じゃあ開けまーす。開けんの？イカナゴ。イナゴ、イナゴの佃煮食べてください。で、これ。うさぎのうんちみたい。汚い。あれ、お箸。おどうしよう。どうしよう。ね、これ足取りたい。ね、足取りたい。これ足。違うなんて、なんか。いくよ。あ、でも、なんか、あ、佃煮は佃煮の味。いただきます。え、あ、え、でもなんか、え、足感がやばい。やばい。ウォーキングデッドのゾンビになってきます。うん、何？何？ん？滝沢さん、ディレクターのタッキーさんは、めっちゃ食べれるらしい。え、なんでそのさ、映ってないところで食べんの？ねえ。なるほどね。え、タッキーさんじゃあ野原に行ってこうやって食べるんですか？嘘うんじゃない。うんじゃないよ、ほんとに。ああ。判定してください。どうぞ。よかったです。ああ、もう。今、左の上の奥歯に歯が挟まって、歯の間に足が挟まってる。もうなんか食べないつ、好きじゃん。めっちゃ好きじゃん。みんなめっちゃ好きじゃん。男性陣の、はーい。はい、集合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 。はい、はい。はい。いただきまーす。はい、どうぞ。はい。あ、美味しい、美味しいです。エビのし、エビのし。
ねえ、怖いから向こうで、今なんかもうめっちゃ怖かった今なんかね、あのね、なんかね、AD のね、プッチーさんってね、最近ちょっとやばいんだよ。いろいろ、さっき今も、ここで、バードさんが、おいしっす、おいしっすとか、もうすごいテレビ向けの、あの、コメントを、リアクションとコメントしてくれてる横で、そのカメラのちょうど横に立って、めっちゃ、挑発的に、挑発的な目で、挑発的な目でね、なんか、おい、みたいな感じで、めっちゃ、シーシーしてるし。もういいってなって、なんでじゃあんなに何個も食べたの、もうわかんないよ。もう私、プッチーさんのことがわかんないよ。はい、ということで明日は深川セリアちゃんがチャレンジします。明日どんなのだろうね、なんだろうな、罰ゲームね。セリアちゃんに罰ゲームするとしたらなんだろうな。なんかもう何をしても罰にならない気がするんだよな、セリアちゃん。なんだろうね。一番の罰ゲームは多分檜山さんと森川さんと、みたいな、あそこら辺の大御所の方々と、もうカメラも何も入ってないところに3時間ぐらい閉じ込めるのが一番いいと思う。それが一番罰ゲームになると思う。もう緊張して死んじゃうと思う。それではここで一曲、お聴きいただいてもいいですか？以上、スターリンクスのコーナーでしたね。それでは、ここで一曲お聴きいただいて、お聴きいただきましょう。A&G の推薦曲です。現在、発売中、テレビアニメ、ネトゲの嫁は女の子じゃないと思ったエンディングテーマ、南條佳乃さんで01奇跡。